ぱり本当に小さなポーションで好きなものだけ買えるっていうのが、はい、おはようございます、榎本高木です。今日のテーマは100円のおせちを知っていますかっていう話をしたいと思います。今ですね、100円ローソンで100円のおせちっていうのが売ってるんですね。全てがバラ売りで、栗きんとんとかかまぼことか伊達巻きとか全部で、まあ、20種類以上、まあ、30種類ぐらいあるみたいなんですけどもね。でもちろん値段が安いのも魅力なんですけども、やっぱり本当に小さなポーションで好きなものだけ買えるっていうのがやっぱり流行ってる理由だと思うんですよね。結構あっという間に売り切れちゃうみたいなんで、まあ、タイミングがもしあったら一回試してみると面白いと思います。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。